región歌わせて今聞いておきたいことがある。いつか僕もあなたも白髪になって忘れてしまうだろうけど、駅前のオープンカフェで冷たい街ぼやりと通りを眺めていたんだ。アホなまた縦列駐車でぶつけてる、大して急ぐ理由なんてないのにね。夢見たニュースのことだけど、ある事件で捕まった犯人の顔は嬉しそうだった。見たくもない現実をナイフで切り裂いた、ただそれだけのこと。この真っ白いキャンバスにあなたなら何を描きますか。自由という筆で目話話題は後からついてくる。あほらまたみんな一緒に綱渡り、流行り廃りにぶら下がり、さっき食べたカレーパンの賞味期限はとっくに切れていたんだ。気づくのが少し遅すぎた。ただそれだけのこと。花咲き誇るこの小さな島に、これ以上何を望みますか。殿様じゃが毎日透き通る風に誘われて、つくしの子供が顔を出した。それはいつかのあなたのように、生きる
どうもありがとう。